レーナウト・ファン・ベンメレンは、オランダの地質学者である。インドネシアの地質学、火山の研究で知られる。オランダ領インドネシアのバタビアで生まれた。父親は、インドネシアの気象、地震観測所の所長を務めており、インドネシアで育った。1920年から1927年の間、デルフト工科大学で、鉱山技術を学んだ。 H.A. ブローエルやグスターフ・モーレングラーフに学び、ベチカ山地の地質の研究で博士号を得た。ナポリで火山学の過程を学んだ後、インドネシアに戻り、インドネシアの地質調査に加わり、ジャワ島とスマトラ島の一部の地質を調査した。1933年から1935年は、ウィーン工科大学で土壌学を学び、 その後ジャワ島での火山や火山噴出物、地層の研究を行った。1930年代の村ピサンの活発な噴火活動を北西斜面のババダンの観測所で観測した。第二次世界大戦中は日本がインドネシアを占領し、ベンメレンと妻は3年間収容キャンプに拘束された。戦後はオランダのハーグに戻った。 オランダ政府の援助による戦争で参逸した地質学的記録を収集し1949年にザジオロジー・オブ・インドネシアを出版した。1950年にユトレヒト大学の教授となり、MG ・ルッテンと共にアイスランドの火山学、古事記学研究を行った。作り山運動に関する理論で知られ、著書にマウンテンビルディングがある。1977年に ロンドン地質学会からウォラストンメダルを受賞した。ありがとうございます。